メディカルに行って見てもらうか。何それ、笑える。なかなか面白いジョークね。じゃなくて名前を思い出したの。カーディスよ。何の話かさっぱりだ。シドニアの運送業者、紅の艦隊に船を吹き飛ばされたあの人。彼について話してたけど名前を思い出せなかったでしょ。うん、思い出した。名前はカーディスだ。解決してとても安心したよ。ねえ、食料が残り少なかったから新しく注文しといたわ。そうか、うん、ねえ、長期的な傾向か見ておかないとな。通常出荷に占める割合を考えるべきかもしれん。もしよければ請求書が届くたびに提出するけど。ありがたいがそれは不要だ。これはニューアトランティストランジット、通称ナット。町全域を移動できる無料の輸送機関です。これに乗れば直接マスト地区まで行けます。しかもずっと昔から存在してる。調子はどう？いい感じだ。よくある心配事さ。パイオニアタワー。なんて言うんだっけ。ああ、ここまで出かかってるんだけど。こっちを見ないで、私は知らない。どうも。そういうわけで、うちの両親はここに腰を落ち着けた。うわ、だよな。シェイラがいれば40歳になっていたな。あの子のことはもう忘れましょう。私たちにはここにこのままの孫もいる。忘れましょう。ガルバンクこと銀河銀行コンソーシアム。あの映画は最高だった。この前のインターセプターより良かったのは間違いないね。でもなんでハンドラー役を変えたの。あの女優素晴らしかったのに。ビューポートのバーテンダーがやかましくて困ってる。何をなくしたのか知らないけど、ワーメインのところで戻ってこないのに。チャンクスへようこそ。お好きなチャンクスをお選びください。チャンクス。チャンクスは友人整形全域から最高品質の原料だけを集め、そしてあとは忘れました。いらっしゃいませ。チャンクス。じゃがいも。チャンクスキオスク。さっき着いたあの船で来たのか。ホープテックの求人に応募してるんだが、運送の仕事に耐えられるかどうかは。今までのやつで十分。
ここの名物料理はどれもルーストオリジナルなんだ。他の場所では食べられないよ。ドーンズルーストでは素材から内装に至るまで最高品質のものを取り揃えました。そのための費用は惜しみません。私どもの店でお食事された方ならどなたでもそれだけの価値があるとご理解いただけていることでしょう。喜んで。ブドウいろいろあるんや。いい一日を。酒を控えないとはもう二十歳じゃないんでしょ。あれが空港か。建物通れるな。ロッジです。バレットから渡された時計を掲げれば正面の扉が開きます。コンステレーションのメンバーへは連絡済みです。中で待っているはずです。なりました。自由防衛条約の重心はコロニー戦争を戦ってるからよ。アベロだ。
大統領は前任者たちとは違う。関係を築きたいの。水を見るのはいいものだとバレットは言っていました。ニューアトランティスは電力の大部分を高度水力発電で賄っています。あれこれがあるよ。のれんのこと商業地区さっきと違うか。緊張しないで。あれ、さあなたならやれるわ。インフィニティリミテッド本社へようこそ。ごめんなさい、面会は完全予約制なんです。あなたのような人材を必要としてる。そんな成績でもね。確かに副補佐役は養殖だな。ここが第一歩。うわ、見違えたわ。当店では痛みは最小限に最大限のご満足が得られます。エンハンスへようこそ。お立ち寄りいただき誠にありがとうございます。スタッフ一同あらゆるニーズにお応えいたします。思いつきで気分転換したいとか、どこかで見て気に入った見た目を真似したいとか、あるいは単に鏡に映る自分の姿をもう少し好きになりたいなどなど、何でもお任せください。当店のサービスや記録が外部に漏れることは絶対にありませんので、ご心配は無用です。いやいや、君は本当に歯に衣着せずに言ってくれるな。かつてはね、いや今もだ、私は今回のことを深刻に捉えている。はあ、すまない、少し今日疲れてしまって、本当のことを言うと少ししくじってしまったんだ。感情の機密情報が複数入ったデータスレートをなくしてしまったみたいなんだ。大した内容じゃない、その支払い情報とか、施行した手術とか、年齢とか、誕生日とか、郵便の宛先とか。ああ、私は何を言ってるんだ。実にまずい。もしあの情報が漏れてしまったらおしまいだ。私のことを信用してくれる患者なんていなくなる。見た目を変えたくなったらいつでもエンハンスにご来店ください。見た目を変えるか。トライデントを売る私の服装。皆様の安全のレベルは装備で決まります。アウトランドにようこそ。当店ではどのような冒険にもぴったりの信頼性の高い高級装備のみを取り扱っております。当店の全製品は長距離旅行に人生を捧げた皆様から非常に高い評価をいただいております。私には無用のものですが、当店のすべての製品を自信を持ってお勧めいたしますよ。ねえ、やってたっけな。よいしょ。またいつか。仕事じゃないわ、買い物に来た。
なあ、やるべきことが山積みなんだ。君は入社初日の新入りじゃなさそうだけど、一体何者だ？そうか。自分の船を持ってるのか？完璧だ。これは運命だな。実はお互いの利益になりそうなビジネスがある。かなりの儲け話がね。法と秩序を重んじるタイプか？完璧だ。これはまさに正義の仕事だ。ガルバンクは被害者なんだ。私を助けてくれれば我々全員を助けたことになる。いいぞ、そう来なくちゃ。正直に言うと、私は少し追い詰められているかもしれない。信用分析部というのは、借金を踏み倒したりする恥知らずな人物を相手にしないとならない。大変な業界なんだ。だから人材が必要になる。海船山船の滞納者からも取り立てられるような才能を持つ者がね。つまり君のことだ。私に協力してくれれば大きく稼げると約束しよう、うん、やる気満々だな。いいことだ。だが最初は少額の債務者から始めてもらって、徐々に立ちの悪い滞納者に取り掛かってもらおう。ああ実は銀河系級の詐欺師に融資をしてしまったんだ。インターステラーイン近くのレストランをフランチャイズ化するためにローンを組みたいという話だった。まあ結局のところ詐欺だったわけだ。ディーター・マリキは別の銀河に逃げてしまった。そして今では僻地の掘ったて小屋に潜伏中って話だ。信じられるかい仕事は簡単だ。ディーターから金を取り立ててくれ。痛い目に合わせる必要もないし、殺す必要もない。ただ真っ当なお客様として口座を解約させるだけでいい。まあそうだろう。あいつを追っているのは我々だけじゃないからな。それに借金を返すつもりがあるまともな人間がわざわざ危険な場所に潜伏するはずもない。圧力をかけてもいいし、脅してもいい。違法行為はダメだ。ただ話してもらえればいい。それから涙を誘う話には耳を傾けるな。君に任せる仕事には、病気で手術代が必要なおばがいるようなかわいそうな相手は絶対に含まれていない。無法者のクズばかりだ。どいつもこいつもガルバンクとの契約を守る気なんて鼻から持ち合わせていないのさ。死なれてしまっても資産が遺言権人に回るから回収はできる。だからガルバンクとしては、もし命のやり取りになったらディーターを始末してもらっても構わない。だがはっきりと言っておこう、それは理想的な結果と言えない。始末したいだけなら追跡者に任せた方が早いからな。詳しいことは後で送る。ディーターを見つけ出して滞納金を取り立ててくれ。こんな形で話が終わるのは不本意だが、誰もが正直者というわけじゃないからね。君がもしディーターと取引したとしても、私には知る由もない。だが君に仕事を頼むことはなくなるだろう。頑張ってくれ。君を信じてるぞ。勝つ払い。ご応募ください。友人整形で最も先進的なテクノロジー企業の一員になりましょう。友人よ、
の戦争で命を落とした人々を追悼する場所です。配慮ある行動をお願いします。素晴らしい。ユミ軍曹は信頼できる人物に警備を任せたいようね。興味があれば連絡して。すごく助かる。ねえ、いきなり来た。船長、みんな図書室にいるでしょう。入ってすぐです。図書室、これで君はより大きなものの一部になったというでしょう。そしてここを家だと思ってほしいと願うでしょう。まったく馬鹿げ、そんなに簡単な賭けはない。私の言っていることはそんなにおかしいか。宇宙で起きている様々な事象を見てもまだ私の理論がありえないと。もうやめないと賭け事を禁止にするわよ。本気だから。早く会話してるんだよ、サラ。それだけだ。お客さんが来たようだ。コンステレーションへようこそ。話すことがたくさんあるわね。仲間の身に何があったか説明してくれる？なぜあなたが代わりに来たの？なるほど。バスコ、確認を。全ての発言は事実です。はっ、バレットらしい。我々の宇宙船とロボットをチンケな採掘業者の見ず知らずの作業員に明け渡すなんてな。ウォルタ、我々が緊急プロトコルの導入を強要しなかったら今頃この削岩機はネオンに向かって一直線だった。でもそうはならなかった。ここに来た。アーティファクトを持って。待ってよ、ありがとう。それじゃ目の前の問題に集中しましょうか。入手した時の様子はどうだった？誰か何か見たり聞いたりしなかった？たまにおるよ。おそらく最初に岩から引っ張り出した人が体験するんだと思う。なぜかはまだわからないの。もしよければデータを提供してくれない？面白い。バレットの話と似てる。尾ひれは少ないけど。ほら、聞いたか？これで私を信じるか？起きたことは疑ってないさ。だがな、カトリ、おとぎ話を信じろというのは。これが全宇宙最大の謎だとしたら、究極の謎の一部かもしれないだろう。あなたたち、話がそれてるわよ。ノエル、あなたの理論を試す時が来たわ。はい、それではアーティファクトは互いに反応することが分かっています。
すでに持っているアーティファクトを近づけると動くのです。さて、その新しいものをこの2つの近くに置くと。アーティファクトをこのテーブルに乗せて。そうだ、他のと同じように。私たちも当初は2つしかないと思っていたんだがな。ああ、すごい、やっぱり反応してる。ほら、まとまろうとしています。間に発生してるエネルギーがすごい。友人政権のどんな人工素材でもこんな反応は出ません。これはリラックス、深呼吸して。心臓発作を起こすわよ。これだけじゃないってことだ。まとまろうとしてるならセットで存在するはず。友人政権外の知的生命体が作ったものだ。例の賭けは2000クレジットだったな、カトリー。受けるよ、ウォルター。まあ、答えが全部分かってたら楽しみがなくなるでしょ。話を変えて悪いが、新しい友人をどうするつもりだ。それで仕事の準備はいい？この小宇宙を探索して暮らす生活が向いてるかどうか試してみる？個別に見ればただの古い金属の塊よ。宇宙の未踏領域で見つかった奇妙な物体。これが何なのか、何を形作ろうとしてるのか、それはあなたと一緒に解いていく謎ね。私たちは宇宙探索に取り組むためここにいる。人類は星々を開拓したかもしれないけど、それは未知の世界の探索をやめる理由にはならない。それ以外はあなたの判断に任せるわ。私たちみんながそうだったように。いいわよ。でも泊まる場所は必要じゃない？ここに泊まっていきなさい。そのくらいさせて。用意できたら声をかけて。あと、これアーティファクトを持ってきてくれたお礼よ。クレジットに加えてブースト機能がついたバックパックを用意してあげたんだけど、どうかしら？ん？きっと現場で必要になる。頭には気をつけてね。バレットが帰ってきてくれるように願ってる。いつも問題ばかり起こしてるからきっと大丈夫だろうってみんななんとなく思ってるけど、やっぱりね。強烈だったでしょ？アーティファクトのことだけど、ごめんなさい。あなたにとってはまだちょっと辛いことよね。ちょっとどころじゃないか、考えてみたら。私はノエル、はじめまして。アーティファクトを届けてくれてありがとう。いえ、とんでもない。そう言われると嬉しいけど、本当のところはやりながら学んでるの。あなたが来るまでは2つしかなかったし、他にもあるかもっていうぼんやりした予感しかなかった。わからないことはまだまだある。つまりやることがたくさんあるってことよ。消してもたな。そうね、コンステレーションはずっと昔からある。もう50年になるけど、アーティファクトのことが分かったのはつい最近。バレットが2年ほど前に最初の一つを発見した。私たちのすぐ目の前にあったのよ。事態を動かしたのは彼ね。彼がここにいないのが残念。ああ、その話ね。合理的に考えれば幻覚や幻聴ということになるでしょうね。幻聴、神経への過負荷が光や音楽として認識されたのかも。脳が処理しようとしたのよ。エネルギーの急上昇や
何かの現象を。ええ、あの時点ではバレットのことでしょ。冗談かもって思ったわ。冗談じゃなかったわけだけど。残念だけど、こういう状況では大抵の人がそう言うわ。あなたが見たものを否定する気はない。ただ後から判断するのは本当に難しいの。大丈夫よ。あなたにもバレットにも同じことが起きたならこの先を予測できるかもしれない。少し備えておいて。みんなで頑張りましょうね。大丈夫？そうでしょう。まだ誰も降り立ったことのない星がたくさんある。そしてそれについて学んだことはみんな重要よ。探してる対象について張り出すボードがあるの。異星のエイリアンの動植物層とか特定の性質を備えた惑星とか。例えば生命を育む準備は整ってるけど実際には進んでないような星とかね。今は特にないわ。夜勤学的分析、科学組成、隅々まで調べてるところ。私が今改善に力を入れてるのは異星生物学のデータベース全般。この件に役立つかどうかはわからないけど、知ってることが多いほど自分たちにとって有利になるでしょ。というわけで、さらなるアーティファクト探しに出かけることがあったら必ず興味深いサンプルに遭遇するはずよ。有機的なものなら喜んで受け取るわ。役に立つという確証はないわ。でもデータが大いに越したことはないでしょ。突破口を開いてくれるかもしれないから排除はしたくない。それからお金も出すわ。しかも気前よくね。魅力的な取引でしょ。ウォルターのポケットは底なしってわけじゃないけど、それでも結構深いのよ。じゃあここに残るつもりなのね。よかった。きっと部屋を見つけられると思う。途中でささっと案内してあげる。ありがとう。どんなものか見せて。気をつけて。何？それで仕事に取りかかれる？それともまだ聞きたいことがある？探検家よ。人類は昔から未知を明らかにしようとしてきたでしょ。私たちはそれをより真剣に考えてるってとこね。数十年前、セバスチャン・バンクスという男が設立したの。彼は有人星系の各地から精鋭を集めた。人類最大の疑問、宇宙には何があるのかって疑問に立ち向かうために、このアーティファクトこそ私たちが求めてきたものかもしれない。宇宙が用意してくれた偉大な謎への答えかもね。どんな噂を聞いたのか知らないけど想像はつくわ。まず私たちがもう存在しないって噂は忘れていいでしょうね。あちこちに名前を売り込んでいこうとは思っていないの。宇宙を探検して未知に踏み込む、
それが重要なことよ。それに多少謎めいてた方が動きやすいしね。イメージが固定されると色々とやりにくくなるのよ。あまりない。でもあなたは自分で見たでしょ。とてつもない何かを相手にしているって肌で感じられたはずよ。確実なことはもっと調べないとわからない。そのための調査よ。わかるわ。大変な目にあったからね。準備できたら教えて。ウォルト、こんなことに関わるだなんて思っても見なかっただろう。調子はどうだ。すでに誰かが訪ねているかもしれないが、我々がアーティファクトのことだけで頭がいっぱいだとは思わないでくれ。君も大事だ。君はとても重要なことをやってのけた。アーティファクトをここに持ってきたんだ。私はマッテオ。職業は神学者だが、今はまあ君と同じく探検家だ。仲間に加わってくれて心強い。こっちで仕事をするのが互いにとって一番いい選択だという結論。そうだな、ある種の利益の衝突があってね。私は人類史の宗教遺物を何年も探してきたんだ。信じられないような発見をしたと思ったら貪欲な企業に奪われてしまった。そこで取り返してやろうと思ったんだ。その途中でウォルターに出会った。なんとその企業のオーナーは彼だった。長い間話し合って我々は似た者同士だと気づいた。そして私はコンステレーションに招かれた。正直言うとこの目で見たかったというのが本音だな。でないと判断のしようがない。君もバレットも見たんだろう。偶然ではないと思う。何かを伝えたがっているみたいに感じたんだろう。神の啓示って言葉は使いたくないんだが、それがぴったりな気もする。それは間違いないはずだ。全てはつながっている。経緯と理由を突き止めないと。真相を究明しよう。そのためにはもっとデータがいる。つまりアーティファクトがね。二つ目はカザールで、君が見つけたのと同じように埋まっていた。でも最初の一つはずっと昔から私たちの身近にあった。倉庫の中で眠ってたんだ。やたら大きなペーパーウェイトのふりをして。想像できるか。人類史上最大の発見になるかもしれないものが埃をかぶってたんだ。気をつけるんだぞ。投資先としてコンステレーションはどうなのかと思うこともあったが、今では賢い金の使い方だったと言い切れるな。うん、お前を削岩機と呼んだのは失言だった。だからってそう呼んでいいわけはない。私の不満の種はむしろバレットだ。奴のおふざけのせいで計画が危うくなるのは今に始まったことじゃない。お前に当たるのは間違ってた。特に今回は奴の判断が正しかったようだしな。というわけでやり直そう。ウォルター・ストラウド、ストラウド・エクランドの CEO 兼コンステレーションのメンバーにしてあれこれ小言を言う立場だ。歓迎するよ。ちなみにロッジには宿泊施設の他に改造や研究用の設備まで豊富に揃ってるぞ。宇宙服のカスタマイズに医療品の製造に異質な物質の検査まで何でもござれだ。大規模プロジェクト用の工業部品の製造もできる。まあ近くの惑星から希少な資源を採取できればだが、私は自立心のある人間が好きだ。ぜひ今ある道具を活用して欲しいものを作ってくれ。一番有名なのは造船だ。金に糸目をつけず最高の品質を求め、なおかつ懐に余裕のある連中がストラウド・エクランドを選ぶんだ。残念ながら成功は負の側面ももたらす。ストラウド・エクランドのモジュールをあまり評判の良くない船で見かけることがある。
欲しがる奴が多いんだ、ろくでなしどもめ。その方面で力になれるとコロニー連合の説得を試みたが、奴らはダイモススターヤードとべったりだ。昔の栄光が忘れられないんだ、あの船乗りどもは。ついこの間までなら、そうだな、ただの幻覚として片付けてたかもしれない。だが今となってはどうだろうな。そういう病歴があったりはしないだろうな。ああ、そうだろうな。バレットも似たようなことを言っていた。独特な表現だったがね。私は科学者ではないから、この件はバレットやノエルに任せた方が良さそうだ。だが何か異常なことが起きているのは間違いない。誰だってわかる。正直、こんなに血が騒ぐのは本当に久しぶりだ。私か？そんなの、財布以外にあるまい。事業は誰かが出資しなければ成り立たないし、ビジネスで成功してもそれを全校に活用できなければ大した意味はない。とてもじゃないが、私にモーガンのような勇気はない。若いマッテオのような賢さもない。だが彼らのために資源を用意することはできる。そしてわかるだろう、私の投資は無駄になどなっていない。我々は大きなことを成し遂げようとしている。会社とは面白いものでな、土台がしっかりしてれば自分が常にいなくても回っていくようになる。日々ストラウド・エクランドの業務がうまく回ってくれるおかげで、余った時間をディープな趣味につぎ込めるんだ。長年コンステレーションの創立者セバスチャン・バンクスの書籍に魅了されてきた。最終的に私は遠くから憧れるだけじゃなく行動を起こした。今ではロッジを我が家の一つと呼ぶようになった。それではな。最近は生遺物を盗んでないのか。いつまでも虫かよ。ご用があればお申し付けください。船長、船長、コンステレーションのメンバーになられた今、私はあなたにお仕えします。追加のプロトコルは不要です。また無人の宇宙に出る可能性を踏まえ、拠点開発を検討するのも有益かと思います。フィールドワーク用の基地が必要になることもありえますから。未知の惑星の探索は大変な作業になる場合があります。しかし拠点を建設することで、スキャン装置、資源抽出装置、防御装置などの構築が可能となります。さらに製造能力を持つ拠点を複数設置し、高度な装置やさらには宇宙船のモジュールまで製造することもできます。惑星スキャンで重要な無機資源の存在を検知できます。ただし訓練を受けていない場合、より希少な素材を見つけるのは困難でしょう。その惑星に生息する生命体はスキャンで検知できますが、それらの動植物がどのような化合物を生成するかは実際に自分で分析してみなければ分かりません。なんといってもスキャンブースターですね。重要地点をより遠くから検出できるようになります。また抽出装置を使えば様々な種類の原料を採集できますし、加工装置を使えば製造も可能になります。特に発展に成功した拠点には貨物リンクを建設し、他の全焼基地と資源を共有することもできます。拠点建築に必要な設計図はすでに時計の中にあるはずです。時計は船の貨物の中にある素材と自動的に接続します。私の主な任務は移動中のバレットを補助して守ることでした。現在は行えません。それが私にとって最大限の誰かを恋しく思うことです。バレットはあなたの質問を面白がるでしょう。
バレットはこれまで我々が挑んだ全ての任務を生き延びてきました。つまり私が見事に仕事をこなしてきたことは明らかです。バレットはいずれの事案においても私の介入が必要だったとは認めないでしょう。私はグループの前議長マルコム・リビングストンが購入した様々な物資と一緒に送り届けられました。大きなシステム交換とアップグレードが何度かあったものの43年間稼働しています。船長、持ち場へ移動します。話を聞くわ。あなたのタイミングでいいけど、やることはたくさんあるから。昔ながらの調査を始めましょう。アーティファクトは岩盤から取り出せば比較的おとなしくなる。つまりアーティファクトと知られずに人々の間に渡ってるかも。各地の知人に妙な金属の物体を見つけたら教えてもらうようにしてるの。ほとんどの情報は無駄だけど、 UC ヴァンガードからの情報は価値がある。そうか、それならその調子で頼む。了解しました。コロニー連合領域の辺境警備を支援する義勇軍ね。いつも新兵を探してるわ。たくさんの退役軍人や鋭いプロに混じって船のレーザーキャノンが取れかかってるような素人やらいろんなのがいる。採用事務所にも知り合いがいるから志願者について情報が入ってくるの。この謎に出くわしたのは私たちだけじゃないと考えた方が良さそうね。でもほとんどの人は未知を求めて宇宙に飛び出したりはしない。みんなが求めるのは住む場所や資源や守るべき領域よ。妙な岩だの変な金属だのがあったってちっとも興味は持たないわ。だからこそのコンステレーションなのよ。こういうものをつなぎ合わせて理解するために存在してるの。経験があるの？名言ね。互いに警戒してれば大丈夫よ。それだけじゃない。この機会にあなたに対処できる力があるかどうかを見たいの。私たちのことも知ってほしいし、今回は私が同行する。アーティファクトを見つけるか、今回の情報が無駄だったと分かるまで一緒に旅しましょう。船やロボットに宿、家賃は無料。それ以外にってこと？時々資金を分配することはある。それからちゃんとしたスーツも手配できると思うけど、探検家だからね。そのための装備ならたくさん備えてある。あなたがもっと協力してくれたらもっと共有できるし。まずはマストへ向かいましょう。ヴァンガードの採用事務所に知り合いがいるわ。それからあなたの経歴や行動様式は問わない。 UC 警備隊をここに出動させなければね。コンステレーションのメンバーは各自の判断で動く。わかった？よし、それじゃあ一緒にニューアトランティスをちょっと見に行きましょう。こんにちは、船長。
んにちは船長。マストにいるジョン・トゥアラと話しましょう。ええ、いいわよ。どうぞ。両親は自分たちを覚醒者だと考えていたけど、あまりに忙しくて深く信仰することはほとんどなかった。こういうことを疑問に思えるくらい成長した頃には組織化された宗教を信仰する考えがほぼなくなっていたわ。何も信仰したくないわけではないけど、私の科学的思考とスピリチュアルな部分とが相入れないことが多いの。スターフィールドに行ったことがあって、壮大な神秘を実際にこの目であれだけ見た。私が欲しいのは宗教理論じゃない、答えなの。失望したなら申し訳ないけど、心配しないで。一緒に旅してる間はあなたの宗教観を心から尊重するから。コンステレーションのリーダーを5年続けたこと以外に、そうね、宇宙力学の才能については誇りに思ってるわ。グラブジャンプ用に最適な軌道を計算したりね。今まで随分役に立ってきたのよ。それに惑星探索においては私の専門は植物学なの。だから心配しないで。病院送りになってしまうようなものは食べさせないから。探索が私の人生すべてよ。仕事と気晴らしの両方だと思ってる。とはいえ打ち明けたいことはあるの。誰にも言わないって約束して。学校を卒業する前はね、バンドに入ってたの。しかも学校の軽音楽クラブとかじゃないわよ。れっきとしたロックバンド、アイロニックコメットって名乗ってたの。無駄に洒落た名前なのは分かってるわ。でも高校生が集まって楽しい時間を過ごしてただけ。聞かれる前に言うけど、メインボーカルじゃなかった。実はドラムだったの。もちろんバンドは人気でも何でもなかったけど、楽しかったし、今でもいい思い出よ。わかったわ。じゃあまた今度ね。また今度ね。荷物は元に。ああ、お客さんだ。いい一日を。ええ、あなたも。その通り、それはまるで誰かの。バルーン家が大使館を放棄したなんて残念ね。お互いに多くのことを学べたはずだったのに。
力の限りを尽くすと誓うか。そしてコロニー連合海軍の一員として。さあ、ではではでは、サラモーガン。